どうもお疲れ様です。今回はパート2本編に入る前にがっつりカットをしてしまったパート1のおさらいをしておこうと思います。まずはトロフィー獲得状況です。パート1では最後の巨人を倒すまでに取れるものをできるだけ取ろうということでやってきました。次に装備品の確認です。まずは武器、次に防具です。防具はシリーズ全て揃ったもののみを表示しておきます。最後に指輪です。あともう一つ、前回王城攻略を丸々カットしてしまいましたが、少し見せておきたい大事なポイントがあるので、本編に入る前にまずはそちらをご覧いただきたいと思います。おい、こいつを倒して魂をゴーレムに入れる。おい、倒してやるから。よし、オッケー。じゃああとは無限湧きする左側に向かおう。門が開いてる、今門が開いてる。王を通せと、そう言っている。通るか。王たるもの、王たりうる強さを持つ、力を持つ者しか通れないな。最初偉い人ですね。偉い人の幽霊。ちょ、まずい、なんか残兵来てる。息をよほと来てんだけど。ちょっとお前殺していこう。は？なんだ今。死ね。客人ですと。ありがとう、ジェスチャーちょうだい。よし。買えるものは先に買っときます。フランベルジュ、ルッツェルン、風海プラス1、女神一応買って。お守りに買っとく。うん、こんぐらい買っときますか。雷の矢、どうもどうもありがとう。よしよし、じゃあかがり火まで行って最後の巨人倒しに行きたいですな。まあやることしっかりやってボスに挑むっていうのが大事。どうして、なんでお前は、誰だよお前、死んでくれよ。残兵結構いるんですよ、いろんなとこに。だいたいいいものを守って、まあ、もちろんここにもね、いいものがある。コップン、ありがてえ、ありがてえ、ありがてえ。やべ、いやー、不用意に敵を起こしてしまった。向かったわこれ、向かった。こういう時はしっかりぐるっと回り込んでね、そうすれば安全、むしろ安全。そう、額のあたりになんか跡みたいな、黄色い感じで跡みたいのがついてる。これは王の冠、王冠をつけていた名残、つまりこいつは王、王たりうる、いや王たりえた。よし、行きましょう。つわものの鍵をゲットしましたので、朽ちた巨人の森の攻略をパパパッとね、パパパッとやります。パパパッと大事なところだけ押さえていく感じで、要点だけ押さえていきます。じゃあ行きましょう。殺しとくわ、殺しとくわ。お前もやっとくわ、ゆえも知らぬわ。まあ、ちなみに俺はここからジャンプができるんじゃないかと何度か試したんですが、届かないね。ちょっと行けそうなんだけど行けない、行けそうなんだけど行けない時は結構高確率で行けるんじゃねえかなっていうのが持論。もしかしたらいずれ行けるかもね。はい、再生タイムズで、この先に左に残影兵いるんで注意ね。間に合った。オーナーかし、俺自身が王なんだけど。それじゃダメですか。ダメか、融通が効かないな、さすがに。グランス、いいね、後で強化しよう。お前なんだよ。あ、違った。これはね、確かね、人のぞ、黄昏ぞ。なんで、まあ、次はこっち側をちょっくら。あいつ邪魔だな。ナイフ、ナイフがあるじゃない。よし、強え。この辺りちょっと敵が結構いるからしっかり殺しておく。へいへい、ドン。うん、弱い。じゃあ上行きましょう。あー、待った、戦う気ないんだよなあいつと。うん、出会うだけ出会って戦わずに放置します。
呪縛者。呪縛者、やつは適切な場所で倒したい。ムービーが欲しい。絵が欲しいです。ちょっとエストンかけるだけ回収して、お前倒したらば、一体、月が。ちょ、格差見せて。はい。これが俺とお前の力の差だ。消えよ。貴様にはまだ早い。下に潜るんだ。でも空間に飛んでいく感じじゃなくて、下に潜るんだな。ちょっと知らなかったな、それは。じゃあこの下の探索へ移りましょう。どうしようかな。直接飛ぶか。その方が早い。ドーン。ナイスダメージ。じゃあここは駆け抜けて。神経なトラップ。誰がかかるんだろうな、こんな。初見でかかんなかったってことは、多分誰もかからないだろう。よ。あ、その前に。嫌な奴がいる。はぁ、あぶねえ。まあ、ということがあるのでね、ジャンプしないようにね、むやみに。むやみにジャンプしない。あれ？ケツからじゃ話、聞いてくんないんだ。あ、どうも。家屋の鍵。OK。フラグ当たったな。これでマデューラに帰ってくれるでしょう。この辺のアイテム回収は一応、かけらがな、12個か。ぴったり持ってんだな。かけらが1個落ちてるんですよ。で、今、かけらと原版が割と貴重で、かけらの方も欲しいんですよね、割と。まだ安定的に入手できる経路がないので。せっかくだし、かけらゲットしようと。ダン。猛者王国兵は、あれ、猛者王国兵ってまだ集まってないよね。木の矢。え、どうすんだ、そんな。痛い。ちょっとこの下を置いて、やばい。速攻。こっちです。よし。かけら。よし。気づいたら敵を殲滅していたっていう。何やってんのお前。ほい。よし。じゃあ、ここのトラップを起動して、ん？ちょっと矢撃てや。矢撃てや。はぁ？かわしやがった。ちょっといいよ。いいよ。だったら俺、ペイトのイベント進めっから。うわぁ、危ない危ない。矢痛い。痛い。痛い。死ぬ？ありえない。これね、防具が悪いわ。防具が悪い。やっぱもうちょいイケメンにしないとね。防具も悪いし、武器も悪いわ。やっぱメイスでしょ。メイピアでしょ。この二つしか俺信じられないわ。この二つを信じて生きてきた。よし。この二つを信じながらダークソウル2をやってきた俺は。放て。あら。余計な爆発。はい、あ、そうですか。じゃあ、駆け抜けるか。ペイトの罠に、あえてかかる。あえてかかるね、男としての同僚。その、器のデカさを俺は示した。で、ここで素早い操作からの、誘い頭蓋。からの頭蓋投下。なんだこいつら。本当に反応してる？ってぐらい動きが、ムーブがおかしい。ほらよ。あ、ね、このゲーム、油断しちゃダメだから。雑魚相手にも全力。それをしない奴に死が訪れる。ありがてえ。いいアイテムゲットした。でもこれ確か持ってたよな。余ってるわ。よし、魔術師の杖ゲット。ほら、抜け出しましたよ。ありがとう。これでペイトのイベントも進んだな。ちょっとすいません、亡者の体に耐えられなかった。やはり、肉体があった方がいい。見栄えがいいな。上級騎士も入る。次世代基盤ダークソウル2はかなり
メイヤンの表現がきつめに設定されていて、明るいところは眩しいし、暗いところは徹底的に見えないっていう感じになってるから、松明の重要性が増してるんですよ。だからこそ松明は常に持っておきたい。30分か、松明ちょっと少ないな。あ、コントラップ、これは余裕。いや、ああ。どうした急に。矢が来た時は、ここ。この角の延長線上。ここに立ってれば当たらない。うわ、このムーブ見せたかったけど、ちょっと見せらんなかったわ。トラップが良くなかった。ちょっとノックしてここ開けてもらおう。ちょ、狭いところはレイピア。雫石。雑魚しかおらん。ん？ああ、台掛けですか。さっきちょっと見え張ろうと思って99個また引っ張り出してきちゃったんだよな。これもったいないな。まあいいや。余ってるし。そしてファロス。ここのファロス重要ですね。ここです。おい。この段階で原盤ゲットしてもしょうがないじゃん。だからここに原盤配置してるんだよっていうね。なんか、ちょっと知ったかぶりしたプレイヤー多いと思います。99% の人がそんなことをね、言ってると思うんですけど、そうじゃない。残りの 1% になろうぜ。ここで現場に価値を見出せる。そんなプレイヤーになってほしい、俺は。みんなに。俺はなったよ。俺はなった。皆さんどうですか？じゃあこんなもんにしときましょう。細かい探索はまた、いずれやるとして、今大事なもんだけ取ってきました。なんか爆発したな。ちょっと、仕方で行きましょう。大事なもんだけとりあえず回収っていう感じで。先行こう。そしたら先に行きます。基本はそういうことなんですよ。探索なんて、時間のある時に後回し。必要のないものは後回し。ちょっと王国減ってほしいな。探索は必要なものだけ取って、それ以外はまとめて、じっくりやる。行って。なんだこいつら。徹底的に俺に反逆してくる。王が通るぞ。多分王の凱旋に心躍ってるんだろうな。この膝の曲がり具合といい、なかなかだ。ありふれた果実、ここで、ムービーを見たいがために生かしておいた呪縛者を倒そう。今回の武器はそうだね、廃歴史の直剣にしておこう。うん、準備 OK、 いきます。逃げ帰ったやつと思えねえな。堂々としている。俺の覇気にやられたかな、こいつは。次は俺の力でねじ伏せよう。はい、まず樽の横まで歩いていきまして、攻撃を誘発、ローリングで回避、まっすぐバリスタの横を通り矢を放つ。消えろ。死体蹴りまで決まった。わあ、わざわざガチる必要はない。 OK、 刃。じゃあ下降りよう。ガーディアン意識ゲット。そろそろ盾はそろそろカット率 100%。 いや、持ってるんですけど、ちょっと重たいのでこっちがいい。でもこれでもいいな、あえて。これ一応中盾だからね。でも似合わねえ。ちょっとこのレトロな盾は、モダンな上級騎士の面と合わねえ。ちょっとダメだ。まだ万竜の方がマシだわ。あんま好きじゃねえな、これ。よいしょ。黄昏。邪魔だよ。OK。人の像。こいつね、どうやら人の像を、確定ドロップするらしい。何者なんだろう。わからないけれど。ハルバー拾っとく。多いな、ここ。敵多いな。一気当選。よし。一気当選ですね。ムービーラッシュ。
風格あったな。よし。お。じゃあアイテム拾っとこう。ここにね、早速あの、種火が落ちてる。種火。鈍い種火。これが、当てるわ。懐かしい香木。じゃなくて、そう、人の像。うわぁ、知ってたわ。そう。この時点で鈍い種火が手に入る。ってことは、レニガッツじゃない方ね。レニガッツじゃない方いるじゃないですか。また台掛けか。なんなんだこれ。台掛けの価値って何なんだろう。その、ちょっと、ハイデキシの直見でいこう。はい。まあ、これでマックさんのね、工房もね、稼働すると思うので。で、ここを開けて、悠長にアイテム取ってると後ろから襲われる。さて、無双しようか。来いよ。はい。後ろに回り込んで、はい、はい。見切ってたな、今。これは、一発。これはちょっと右にずれたけど大丈夫。攻撃は欲張らない。よし。なんで？なにこれ。気をつけてください。なんか。いやー！まあ、想定の範囲内だよ。まあ、想定の範囲内ですね。これわかるでしょ？レベル上げてなかったらみんな死んでるから。ほい。これで香木と人の像。で、ドンギン。遅いんだよな、ドンギン。お。で、これが古い鍵。そう、古びた鍵。ちょっと古びた鍵って当てて取るまでの時間がちょっとカットせざるを得ないわ。ナルカティン。ルカティエルですね。トロフィーのためには3回一緒にボスを倒すっていうことをした上で各地で会話をしてアンディールの館でお話をする。まあ、これをしなければならない。なんか一方的にトーク押し付けられてんだけど。まあ、これで一つフラグは OK と。今回はね、ルカティエル3回適切な位置で倒そうとは思ってないので、一箇所で3回倒すつもりです。自重しないんですよ。自重もしないし、妥協もしない。また？なんで俺上来たんだろう。一番楽な方法を取りたいんですよ。同じ敵でも3回倒せば OK。だから今回はそういう手法でやるつもり。お前上来たんだ。知ってた。まともに叩かなくていい設計になってるんですよね。こうやってね、火薬が入った樽がいくつも設置されているから。だから俺たちはガードをすればいいんだよ。おい。え？どうし。よし。これまっすぐ。まっすぐこの一番出っ張ったところを押せば、はい、完璧。揺るぎなかったな、今。このハイデキシのさ、直剣のこの、叩きつけるような片手ダッシュ攻撃が好き。比較的好き。ボンファイアレイト。ボンファイアレイト。ボンファイアレイト。ボ。ちょっとなんか荒ぶってる人がいるので、火だけ灯してあげて、あとは移動してもらおう。よし。落ち着いたか。あ、いいよ。やるよ。まだ会ってそんなに時間経ってないけど、だいぶいいことしてあげたわ。よかった。で、ここでもう台掛けが無限に購入できる場所がね、開かれました。王国ファイト。ライクロー、ロングボウ。サイズは持ってるんだよね。てか、後々手に入るんだよ。だからいいや。ウィングドスピアも後々手に入る。グラーカー微妙だから買っておこう。内刀。ダトゥー、いや、内刀。バッサも手に入るから、いや。鉄矢。もったいない。俺からもったいないという言葉が出てしまうとは思わなかった。彼もね、トロフィーあるんですけど、条件がある程度武器を強化するっていう。
で、どうやら、プラ級まで強化したらもらえるっぽい。ので、プラ級に強化します。プラ級に強化すると原版もらえるんだよね。まあ、それでトロフィーもゲットできる。ちょっと条件試したいことがあるので、一旦グレッソをプラ級にしてみる。これでいけるかな？あ、無理か。今2回強化したから、7回強化した時にもう一回話しかけてみよう。プラ7で。これでもらえる？あ、やっぱり。OK。熟練の職工。ありがとうございます。9回強化してもらうと、原版ゲットプラストロフィー。ってことは、プラ中にしてくださいっていう、メッセージだね。マックさんの。よし、じゃあ、遠慮なくグランソ。いや、ごめん。グランソをプラ中にした瞬間、なんか猛烈な後悔が、後悔に苛まれたんだけど、俺。いいのかな？もう一個はまあ、メイスでしょ。よし、原版使い切っちゃった。この力、神の持つ力、人の理に、いや、断りの及ばぬもの。人の心は相入れないみたいな、そんな話をしてる。これはもう人間性は闇だみたいな。火は光。的な話をしているのかな。ダークソウルの根幹に関わるお話だと思う。てか、かけらごこマジ美味しい。マジでうめえ。あ、ウッドシールドだ。あとラジレザーが落ちてる。名工はもういらない。じゃあせっかく武器も強化しましたので、そろそろ各地のボス撃破にね、ちょっと行きたいなと。まずはちょっとハイデからだな。ハイデから行きましょう。あ、ダメだ。ここに来たらもうなんか礼儀としてこれをつけなきゃいけない気がしてきた。てか、やばいな、これ。これ完全に廃墟とかしてるわ。蹂躙の跡が見える。やべえ、誰もいないと思ったらお前、生きてた。じゃあ殺していくわ。こいつだけ生きてたな。ってことは、あとは全員いねえな。聖堂へ打ち入りじゃ。打ち入りじゃ。もちろん松屋には塗る。妥協は一切許されない。まあ、さすがに即殺とはいかないけど、完璧な蹂躙を見せよう。もちろんノーダメージで。おい、古いユガリエ。まずはかわす。うい。強い。おい。強い。お前の槍と俺の槍どちらが強いか、ここで試していかねえか。終わった。よし。なんだとは。死ね。おい、歩い。ちょっとお見苦しい姿を見せましたが、そろそろ終わりにしようと思います。見切った。はい、消えろ。古の竜狩りは本物の竜狩りを。どう考えても妥協してんだろ。ってことで、ちょっとキャラクター作ってきました。といっても、さすがに、あれを再現するのは、ちょっともう何十時間って話になってしまうので、技量40、あとスタミナをしっかり上げたキャラクターで、レイピアプラス10、これを作ってきました。これで、蹂躙したいと思います。今度こそ。あれは偽物。これから本物が、本物の竜狩りを見せる。来い。蹂躙を見せてやろう。まずはかわして、おいおいと。これはちょっとずれれば OK。 さあ殺し切りましょうか。終わり。これが蹂躙です。お疲れ様でした。